今できるすべてを注ぎ込んだと自ら語る今シーズンのこのフリースケーティングプログラム、魅力を増した小塚をぜひ見たいところ。曲はロンドカプリチオーソ。回転、あ、綺麗に決まりました。決まりました。回転倒立。さあ、そしてこの後も4回転からのコンビネーションを予定しています。まずはいい形で入りました。ちょっと思うんですけれどもね、少しタイミングが合いませんでしたでしょうか。トリプルアクセル決まっています。今シーズンのテーマ、自分の世界観をしっかり表現して見ている人をそこに引き込みたい、そう話す小塚。ステップシークエンス、こういった曲の強さ、それから伸びやかさのところにステップを持ってくる小塚選手のいいところがよく出ていますよね。その持ち前のハイスケーティング技術、生かされる構成です。さあ、コンビネーション、トリプルアクセル、ダブルトーループ、ダブルループ、決まりました。確実にポジション、そして回転と決めていますね。スパイラルからトリプルフリップ。後半に来てもジャンプの流れ、高さ十分ですね。トリプルフリップ。イーグルから、さらにこういったところで曲の軽やかさ、そういったところも表現していきます。昨シーズンのこれをステップに変わるところですね。これをシークエンス、トリプルルッツ、トリプルトーループ。少し流れましたが、ここはこらえた。そして最後のジャンプ、トリプルサルコと、この開幕戦を演じ切りました。
最後は笑みをこぼしました小塚貴彦。チームジャパン浅田真央そして鈴木亜由子笑顔でその喝采を送りました。いや本当にですね、はい、滑り切ったとまずはいい感じですが、そうですね、今シーズン初戦とてもいい出だしだと思います、はい、